どうも、ピュー25です。というところで、知ります。やっていこうかなと思います。やっていくんだけれども、何をしていこうかというところでございます。本来です、今、ひなののプロデュースをやってるところでありますが、ひなののプロデュースではなく、今回、ガシャやっていこうかなと思います。というのも、このサマーキャンペーン前夜祭ステップアップガシャ。こちらが、ステップ4まで行くと、プロデュースアイドルの SSR 確定というところで、いい、ガシャじゃないかなというところで、まあ正直その石にも余裕があるのでやってみようかなと思います。全部で何個なのこれ、3200、3700、3750、なんでこんな中途半端な数なんだろう。まあいいやね、やっていきましょう5択はいらんね、やっていこう。でまずこれ SR 以上確定のステップ1いきます。はい、これはだいぶお得な気がするんですけど、どうなんですかね。お、めぐるさんですね。誕生日おめでとうございました。さあ、続いて、3連ですね。SR 以上確定3連と。いやー、SSR がもうその、サポートじゃなくても、プロデュースでも、3枚は欲しいところ。3枚じゃない、ごめん。よかった。2枚欲しいところですね。朝日さんですね。朝倉さんですね名前忘れちゃった朝倉さんありがとうございます朝倉さんですね。アンティーカがだいぶその信頼が置かれているというのを天神込みで知ったので、ね、アンティーカ強いんだねというところで、次が、サポート SSR 確定7連いきましょうサポートだからといって別に、お、ニチカさんありがとうございます。間違いそうだ。あ、ニチカさんのこれ初めてなのかいあ、やったね。あ、天下さんじゃないですか、やった。アルストラメリアは意外とね好きというかあれなので、これは嬉しいですね。へえ、ボーカルビジュアル、うん、にちかさんですね。ビジュアル、なるほど。さあ、サポートが2枚続きましたので、次が、これあれですね、なんだっけ、プロデュースアイドルです。まあ、正直狙いは何もないです。別に先日恋人も引いたんで。まあまあまあ、なんかいいの欲しいな。薄いな。あ、これ見たことあるな。これ持ってね。お、ひなな。持ってないか、このチョコさんは持ってないですね。そう。お、結構言われくるね。あ、このキリコさんなんか2000連の時何回も見た。あ、そうだ。何回も見たの覚えてるわ。お、UR 意外、UR じゃねえ。SSR 意外と来るね。さあ、そして、キリコさんっぽいね。教会ですか。これキリコさんのさ、この SSR のこのここの文字読めないんだよなんて読むのが正解なんだろうね。もういいよ、そんな感じでございました。やったね、結構 SSR 来たよね。へえ、このキリコさんね。で、チョコさんに、キリコさんありがとうございます。これちょっと見てみる。うえー、かっこいい意外とあるアンティーカですね。アンティーカがかなり来ていたという回でございました。ありがとうございました。これ前夜祭ってことはなんか本番もあるのかなそれまでまだちょっと石ためてね、頑張っていこうかなと思います。ありがとうございました。チャンネル登録待ってますのでよろしくお願いします。バイバイ。